ばんは。こんばんは。こんばんは。マジで飲みます。よろしくお願いします。お願いします。Thank you.
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 ついさっきちょっと曲順変えましてですね、次はオリジナルで曲です。はい、私が作りました。ちょっとね、カモイババリとコードがよく似てるので間違えないようにしたいと思います。大若松と言います。よろしくお願いします。ライポジもなんか若いと何しても可愛いね。若松はゆうべ花火大会でして、戸端もそうですけれども、で今日は松明行列なんですよ実は。そろそろ7時半ぐらいから出発するんじゃないかなと思いますが、そんな若松の松明行列を歌詞の中に、織り込んだオリジナルがございます。わー、作詞作曲しました。うっかり作っちまいました。本当はね、都市1号が、
作ってみろよって言ってじゃあ作ってやるよみたいな感じでちょっとできちゃった曲でございますが、はい、そうなんですよね。あのなんかできる時ってそんな感じね。なんかで、あの若松に蓮華町っていう連なる歌と書いて蓮華町という場所がちょうどの大正市場とかのところなんですけど、そこの名前をもじって若松蓮華と、恋の歌と書いて若松蓮華といたしました。はい、恋の歌でございます。ちょっと演歌調なんですけれどもね、いいのかな。はい、それでは若松蓮華です。聞いてください。よろしくお願いします。
ここは恋の花咲き若松めらと、ああ高遠山から揺れる若松出身なのはまあ皆さんご存知のことだと思いますが、大好きなんですよ、もちろん。それでシーナンドザロケッツの歌も、練習しております。ピンナップベイビーズルースを、はい、やりたいと。何太田くん、なんで戦ってんの？大丈夫、お願いします。
います。はい、なんかすごい緊張してます、ね、久しぶりなんですよ、こうやってなんか楽しくみんなでできるのが。ということで最後の曲になってしまいました。どうやってこのロックっていうことにつなげようかなと思っておりましたが、先ほどシャンソンで何だっけ、腰地吹雪のはい、愛の参加を聞かせていただいて、なんかちょっとそこと関係あるかなとか思ってサントバマミーなんですけど、これをロックバージョンで、今の清志郎さんが歌ってたのがめちゃめちゃ好きで、それでサントバマミーを今日最後の曲に持ってきました。よろしくお願いします。Good night.
たまめサンタマメちゃっちゃとやります。ありがとうございます。お気持ち受け取りましたねだっちゃった感じあるけどそれでは、はい、最後の 最後に夢ドリームをいきたいと思います。浄化してくれることと思います。ありがとうございました。
こんにくでした。お願いします。Thank you.
ランドという曲でした。木の鳥です。こんばんは、お願いします。1曲目はマシュケナダは前田さんのリクエストということで、今日は5曲用意してます。5曲と念のために1曲5曲と1曲とりあえず残り4曲続きまして、ジブリの曲から2曲ちょっと準備がありますので少しお待ちください。導入いたしました。さらにちょっとバージョンを。曲続けていきますね。いいですか。1曲目が海の見える街。これは何の曲でしょうか。皆さんで調べてください。2曲目がジブリの 何かしらの曲。2曲目その次が人生のメリーゴーランド。お願いします。Thank you.
人生のメリーゴーランドでした。ここでじゃあメンバー紹介をさせていただきます。右側のピアノをやらせてもらってます大橋明子メンバー真ん中が、鍵盤ハーモニカとシンセサイザーもやらせてもらってます瀬戸香里メンバーですで、この大きいベースが影山です。お願いします。告知をやらせていただいてもいいんですか。え、私ですか、はい、来月文字工でこのメンバーでこのバンドで演奏しますので8月6日日曜日文字工の千岳さんティールーム千岳さんっていうお店です。ちょっとこにんまりしたお店なんですけど2時からと3時から。チップ制で何かお飲み物を注文されてください。はい。皆様のお越しをお待ちしております。今日はお昼間はこのメンバーで小倉南区のパン屋さんで演奏させていただいて梶原さん来ていただきました。ありがとうございます。また定期的にやりますのでまたお知らせしますので来てください。はい、パン屋さんいます。で、大橋メンバーがヨーヨー釣りをやってまして、がっぽり儲けた。お忙しい。演奏よりも忙しい。はい。またお願いします。続きまして、次はピアソラの曲を、タンゴのピアソラさんの曲を2曲。これも続けていけますか？いけますかね。はい。最初の曲がオブリビオンという曲と、その次がリベルタンゴやります。これで今日は終わりです。一応予備の曲は用意してるんですけど、じゃあこれで終わりです。お願いします。Thank you.
Thank you.
1曲やらせていただきます。ビリー・ジョエルのニューヨーク・ステート・オブ・マインドという曲をやります。